のシリーズなんですけれども、一応あまり紹介も、明確じゃないかなっていうのもあって、それがまああまり分かりにくい、分かりにくさの原因かなっていうことも思いついてですね、ちょっとまあそのメインテーマ、再三申し上げております、優しい世界と優しい社会の話ですね、それ一体何なんだというところをもうちょっと詳しく、説明したいと思うんですけども、これは基本的に私のそのここまで生きてきたその実感としてですね、まあこれ必要だろうということで、そういうまあ、ネーミングにしてるんですけども、これはまあ、テーマはでかいんですけども、実際にアピールしたいことっていうのは、本当にその、日々の本当に細かいことなんですね。細かい、どれぐらい細かいかっていうと、まあ、本当にその感情の揺らぎとかですね、その辺のレベルなんですよ。で、大体ですね、そんなものをいちいち気にしてても仕方ないだろうっていうのがあまりにも現代強すぎるんじゃないかと。あたかもそのないかのようにですね、特にその、なんて言いましょうか、中上流の人たちになるに従って、その、まあそういう、なんて言うんでしょう、プリミティブと言いましょうか、感情的なものっていうのは、もう処理済みですよと。もしくは処理する能力十分ありますよっていうのを、こう、なんていうか、売りにしているところがあって、なかなかその人間っていうのものは、もう感情の動物だというのは皆さん常識として分かっていながら、じゃあ感情の動物ってどんぐらい感情の動物なんだっていうと、本当に注意してみれば、振り返ってみれば分かる通りですね。本当にもう、まあなんか言葉にいちいちできないぐらい、上下があったり、まあ、なんていうか、揺らぎがあったりするわけですよ。で、それはやっぱり、その、いちいち、逐一全部をフォローするっていうのは無理にしてもですよ。だから、無理だからこそ、ああ、全然自分では全然その、意識してなかったのにやっちゃったな、みたいな、その、失礼なこととかですね。丁寧じゃない、その対応してしまったとかいうことはいくらでもあると。もう数え切れないぐらいあるんだと。そういうことぐらいはやっぱりその頭に入れておかないと、まあまあ全然もう自分はそのもう道徳的な基本っていうのはもう身についてるから大丈夫だということで、皆がですね、特にその力を持っている人たちがそういう態度で過ごしていると、まあ知らず知らずのうちにですね、特にその、恵まれていない方の立場の人たちですね、知らず知らずのうちにその傷つけられたりとかですね、それが鬱憤溜まって、不満がどんどん溜まっていって、まあ、爆発しないまでもですね、その、なんていうんでしょうか、その生きる上でのモチベーションまで下がってしまうっていうのは、かなりその社会全体として損失になるんじゃないかと、そういうことでですね、もうあえて、この細かい、感情の動き、我々はいろいろとその本当に気づけないぐらいいろんなことを感じて、それで不安になったり、まあ、喜んだりっていうことをしてるんだよっていうところを強調したいと、そういうふうに思ってるんです。それでまあ細かい感情の機微ですね、これを観察していきましょうということになると、どうしてもその心理学、サイコロジーですよね、そういうところ、まあ、具体的なその、まあ、科目といいましょうか、項目があって、こういうまあポッドキャストっぽいことでですね、その音声流すんであれば、例えばドクター・ハマーのサイコロジーとか言ってですね、それを聞けば、なんと聴衆は感情の機微の見方がマスターできますみたいなですね、そういうものがないとなんか成功しないんじゃないかみたいなですね、そういうこう、まあ、それが現在のまあ常識みたいな感じだと思うんですけども、まあ、そういうことも目指していなくて、これは基本的なその知識っていうものに対するその考え方の違いなんですけども、知識って基本的にそのパックになっててですね、はい、これだけ紐解けば、これこれこれっていうその便益がございます、はい、どうぞっていうようなもんじゃないと私は思っていて、
それよりも、まあ、やっぱり一人一人が自分らの、そのコンテキストに合わせた生き方の中でですね、アレンジしていくもの、それを実際に行使していくっていうものが知識なので、まあ、もちろんその特定のですね、技術分野とか、きちんとそのカリキュラムに沿って、パンパンパンとそのプログラムを通過すれば、とりあえずその技術力がマスターできているということももちろんあるんですけれども、まあ、そのことをその日常的なですね、その考え方とか感じ方のですね、マネジメントっていうふうになるとですね、そういったもう決まった公式みたいなものは基本的にはまあないと言いましょうか、あるとすれば例えば蓋然性と必然性みたいな感じですね、そのたまたまだとか、その必ず起こってほしいみたいな、そういうそのなんとなくその大きな傾向というのはあるんですけども、じゃあそれを知ってじゃあどうするのっていうのは、もう本当に一人一人のそのまあ、ケースバイケースで対応するしかないと思ってるんですよね。ですから、一応、じゃあなんでこのポッドキャストみたいな形でですね、音声配信するんだっていうのは、まあ、自分でその、こう、言葉をですね、その話されている音声を聞いていて、まあ、なんて言うんでしょう、心理というんでしょうかね、その、バックグラウンドに、その、これ大事ですよっていうものが、私はあるんですけども、まあ、それを、こう、踏まえた上での、その、音声っていうのは、それなりに、まあ、聞いてて、なんて言うんでしょうね。まあ、ただ、その中身、理解するとか、そういうことをあまり、四苦八苦せずにですね、パーッと、まあ、聞き流していただいて、まあまあ、なんかグーって眠くなるとかですね、それでもいいんですけども、それだけでも結構意味があるのかなと思っていて、まあ、そう言いつつも、実はその、まあ中身もあるんだよっていうふうになれば、まあ理想なんですが、まあそこのところですね、その、どういうその具体的な、話題であるとか、もっとその、ここのところやっぱり、気をつければ、そのなんて技術的な処理で対応できるよとかですね、そういう仕分けができればですね、はっきりできれば理想的ではあると思ってるんですけども、まあ、とりあえず、お経のように流しちゃおうと、まあ、そういう、ちょっとこうチャレンジングというか、そんなんで本当に意味あるのかっていうところがあるんですけども、そういう感じで今、始めているところです。